年末恒例出演者年間お気に入り作品2000年バージョン今夜発表。大人気シンプル1500企画第5弾決定。果たしてどんなゲームか。シナリオ作家の登竜門ザ・シナリオン第2回テーマ発表。深夜の才能発掘支援番組ディーズガレージ21です。今夜はですね、年末スペシャルということで、私たちのお気に入りの CG を一挙公開したいと思います。ほー、はい、しかも、はい、今日はですねプライベートプレゼントがつきます。わー、もうそれではですね、はい、早速さよなら20世紀スペシャルということでですね、はい、はい、私のから行ってみたいと思うんですけども、いつも自分が先ですね。もう全て私から中心に行かせていただきたいと思います、はい、では私のおすすめの CG はこちらです。どうぞ。これですかね。はい、おお、うん、やっぱこれでしょう。これがあるたびに私はもう嬉しくてしょうがなかったんですけどね。でも2000年は結構パンダマンディーズガレージを一世風靡したって感じありますよね。レギュラーみたいな感じですね。その中でも特にお気に入りの、うん、この回面白かったですね。面白かったですよね。カンニングしてて正体バレちゃったって。そうそうそう。ごめんなさい、さっきは言い過ぎたわ。たとえあなたがパンダであっても。これ良かったです。バイバイ。バイバイ。しばらく言いましたよね、これね、うん、これがいいね。うまいんですよね、ストーリー性。私友達紹介します。転校生のダンパ君だ。よろしく。素敵。このね、やっぱり皆さん多分好きだと思うんですけど、細かいところが面白いんですよね。そうそうそう、そこが見逃せないところが、うん、お気に入りなんですけれども、はい、さあそこで私の、プレゼントということなんですけど、なんじゃらほい。靴下フェチとして靴下を、あー、いいですね。靴下着てるんですよ、うん、でいっぱい使ってない靴下がありまして、いい、こんなんですけど靴下ってクリスマスでしょ。そうですね、うん、いいかなと思って、うん、寒い日も。次はですね、じゃあ川北さん、私ですね、もらっていいですか。はい、私が選んだのは奥野さんの捕食です。あ、ありましたね。すごいリアルなんですよ ね。水と葉っぱが綺麗で空気がね、カメラと思っていう、つかまれてました、もうね、この水の感覚すごいですよね。すごい、あ、このカメすごい覚えてる。なんか目の前にある風景みたいですよね。すごく臨場感というかね、なんか CG なのに大自然っていいなと思えるような、うん、そうなんですよね、うん、臨場感あふれてる CG。これはなぜ、どこがお気に入りでした。あの水の中に足を入れたくなるところが好きです、うん、それぐらいリアルですね。そのぐらいリアルだっていうことにね、うん、私はこの CG 本当に印象に残ったんですが、いい、はい、そんな奥田さんに私からでっかいですね。プラモデル、あ、これが一応プラモデルで、こういう風にね、いろいろあるんです。これ動くんですよ。これすごいじゃないですか。 CG 作ってちょっとね、うん、たぎっちゃったなと思ったらプラモデル作ってもらう。余計に逃げられない。ではですね、続いてははるこちゃん、お願いします。はい、はいはい、私のお気に入りはこれです。お、はい、やっぱ滝にね、打たれてね、私滝に打たれてきましたから。おー、ビーズシャーターの時もあれシーンシーンみたいな。キグルミーズ、ね、そうです、キグルミーズコント集その1。そうそうそう、浅尾裕二さんですね。 あのディーズシャーターでもすごく素敵な作品を見せてくださいましたけど ね、はい、これはですね、結構うん、そう、私も UFO キャッチャーが実は得意なので、うん、はい、可愛いですね。可愛かったですね、はい、この作品がだって浅尾さんとの出会いですもんね。そうですね、私たちの。そうですね、浅尾さんはまた他に実写の作品なんかも、実写なのね、合成のマチオロボットが、はい、あれ良かったですよ ね、作られてて、はい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 、私の CD と、はい、CD と、はい、そしてこれはですね、コンピューター基板そのままのマウスパッド、これ結構いいんですよ。これ欲しい。やっぱ CG とか作るときマウスパッドは必需品かなと。じゃあ渡辺さん、はい、僕も選んできたんですよ。もう1本選ぶのすごい迷っちゃったんですけど、ね、でもその前にこれを見てください。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。
それではですね、改めまして今年一番の渡辺さんのお気に入りを紹介してください。はい、あのディーズとしてではなくて渡辺浩二として個人的に選ばせていただきました。この作品です。わー、浮地みたいないいプラも欲しいよ。DG じゃない懐かしい。もう好きでね、これがいい買い物だわ。これこれは面白いんだよね本当に。今日肘尾のやつ、ズシカちゃんと笑いライブに行くんだって。あ、それは例の僕らもライブ会場へ行くんだね。カランコロンカラン、あれアイスコーヒー。いや別に普通エモンのショートコントはいいんだよ。CG じゃないんですけど。CG じゃないんですか。あのコミックの C ね。コミックグラフィックスっていう。ほらあのこの番組ってさ、いつの間にか CG の番組になっちゃってるけれども、本当は漫画もやりましょうってことでね。あの2001年もですね、ちゃんと漫画もやりますよと、 CG ももちろんだけど漫画もやりますよって意味を込めてですね、出演もやらせていただきました。はい、ということでプレゼントは、プレゼント、はい、何でしょう。さっきドスンとこの目の前にあるんですけれども、藤子不二雄先生のですね、漫画道全巻すごい、出演も作者の水口さんにはですね、喜ぶ、これをぜひ全巻読破していただきたいっていう、揃えてきましたね。ということで皆さんおめでとうございました。いやー、はい、本当に、まあ、プレゼントはね、気に入らなくても、まあ、プレゼントっていうことなんでね。そうそう、プレゼントですから、はい、気持ちいいからね、はい、さあそしてですね、今年ミレニアムを振り返った時に、もうこれは忘れちゃいけませんね。はい、こちらです、どうぞ。これは忘れちゃいけないですよね。これいろんなところでも大話題でしたもんね。やっぱり聞きますよね。だから富岡さんってやっぱりすごい面白い人だなっていうのは知られてたんだけれども、こういうなんかメジャーな仕事やってもね、こうなんかマニアックなものも作れるけど、こういうメジャーなやつも作れるっていうのはね、はっきり証明されましたよね。やっぱでも富岡さんのテイストになってるし、曲にもぴったりだし、やっぱすごいですよね。いいよな、見てたいなって感じですね。このね、クマの動きがいいんですよね。ラジオで歌聞くたびに思い出しますもんね、これね。なんか見ても飽きないんだな。飽きない、うん、この子たちをなんか主人公にしてまた作ってほしいね、このクマの子たち。買いましたもん。ねえ、富岡さんの快進撃まだまだ続いてましてですね、あの今見てもらったマスターマインドがですね、通産省のやってるマルチメディアグランプリっていうのあるんですけれども、うん、その CG 部門エンターテインメント賞を取りました。おめでとうございます。おからね、あの前のコインランドリー XYZ ってあったじゃないですか、はい、あれが先日紹介しました CG のイベントレスフェストでね、オーディエンスチョイスアワード、あの観客の選ぶあの一本っていうね、賞っていうことで、獲得しています。おめでとうございます。なんかそれってすごく嬉しい賞ですよ ね、 ね、 そうですね、観客が選んでくれるよね、うん、すごい富岡ファンって増えてますよね、支持されてますよね。ビーズシアター2000 in 東京ドーム、年に一度のビッグイベントは大盛況。参りましたね、これは。あの石井達也も参ったというリーズシアター作品がもう一度見られるぞ。来年1月10日17日完全放送、乞うご期待。2001年の超話題作レッドプラネットの CG 工房シネサイトにリーズが完全独占潜入に大成功。ハリウッドの CG テクニックの秘密に迫る。21世紀リーズガレージ21で大公開。21世紀型クリエイターを探せ、ドリームキャラクター大募集。アスキーと 640K ISDN の10倍速い DSL のメタリックが共に送り出す新世紀プロジェクト。既成の概念にとらわれない新たなキャラクターを大募集。賞金総額はなんと 640K ん元に640万円。しかも受賞者の作品はメタリックのマスコットに起用される。君のセンスで21世紀を突き抜けろ。詳しくはこちらメタリック COJP。伊藤優子の CG 日記。宿題ができた。自分で作ったクリスマスの箱庭で先生をあっと言わせてやろう。どれを先生に使ってください。これできました。
もう結構バッチリ。どうですか。ああ、ちょっと自分なりのアレンジを。うん、もうなんか見事に、うん、雪だるまをちょっと。ああ、ちゃんと、はい、これ 目がポイントなんですよ、うん、そのなんか臨場感みたいなのが、うん、これかなり、自信作なんですよ。このちょっと悪そうな顔という、うん、お土産ちょっと持ってきました。本当、本当、なんだろう、なんだろう、なんだろう。あ、かわいい。こういう風に。あ、いいですね、いいですね、まあ、嬉しい。そこで、うん、まあ、あの前回と違ってもうワンステップ上に行くということで、うんうん、まあ、いよいよオリジナルの、いろいろ私も美少女を作ってみた。こんな日が来るだろうと、書き溜めていた品物があるんですけど、見ていただけますか。すごいですね、意欲的じゃないですか。ちょっと見てください、はい、あ、どうでしょう。いや、かわいい。これ猿、これは川木さんが描いた、よくわかんない多分イモムシって言ってましたけど、バッハだ。バッハ。これは馬ナス。これはなかなか。どうですか先生、これ先生よかったらパクっていいよ、あげるよ。とりあえずこの猿でもね、先生これも気に入ってるんですけど、こういうのをね、やりたいの。こう美少女 CG みたいな、こういう感じですか。プリッていう、プリッていうのがいいんだよね、天才みたいなやつ。見てわかります。ああ、こうなんかこんなに書き込まないといけないんですか、これ。だから最初からこれ作ろうと思うと、うん、そりゃね、すぐできちゃって先生の仕事なくなっちゃうもんね。そうですね、そうだよね、うん、じゃあいいや、猿。さあ、目指す猿キャラはどうやったらできるのか。まず基本のオブジェクト作り、それを思い通りに変形させるテクニックを駆使して作っていくのだ。これは羽田先生の模範演技。さすがディーズ四天王、思い通りどころか自由自在。果たして伊藤優子にできるのか。宿題としては、はい、とりあえずできるところまで。できないよ全部。絶対できます。本当、うん、できます、できます。本当、どうしようか。よし、でコピー、そして貼り付け。おお、これで2つになってるわけですね。そうすると、切る。休憩。ちょっと休憩。難しいな。できた。ちょっと顔面を蒼白させとこう今日は。よし、オッケー。これを表面素材色付け。できた。体は初めに習ったものでできた。うん、色付けをしてなんとか完成。今日はものすごく難しかった。今日の難しさを猿の顔色にしてみたが、怒られるだろうか。終わり。今回つまずきましたよ。難しいところですよ、シェードの難しいところも入ってきちゃって、要するに立体の幾何学まで分かってないといけないでしょ。そうなんですよ、うん、なんかこう物体をもともとあるものから引き伸ばしたりして変換してやっていくんですけど、その工程が理解するのが分からなくて。でも多分先生が、私が描いた中で丸い普通のよくいたずら書きで私が描いてる猿の絵にしたんですけど、後々ねやってみると先生がそれを選んでるのがとてもよく分かって、ちょうどそのシェードのシステムが一番うまく出るような絵にを選んでくれたんだ。球体の中でも、球体の中でもこう2つに割って色を分けたりとか、ちょうどね私が多分できるぐらいのを選んでくれて、じゃあ今あれですね、手抜かないでしっかり勉強しておくと後々すごく使える、多分そうだと思うんですよね。バイオディーズガレージ21モデル第2弾絶賛発売中。まずはプロフェッショナルモデル、そしてイラストレーターモデル、こちらは初心者向きエントリーモデル。さあ、テレビの前のあなたも今すぐこちらのアドレスにアクセスしてみよう。VJ DJ 夢の共演、
12月31日カウントダウンイベントで有明が熱く燃える。西野卓球 VS グッディエリック・メイ VS グラムーブ DJ ロック VS デノボルトエイコラオ VS ラブシードDJ ローランド VS トモグラファー田中文也 VS ウヌ。20世紀から21世紀への年またぎ、君も歴史の目撃者になってみないか。ビッグサイトテクノゾーンへ急げ。さあ、そして来年には楽しみなこちらが公開されます。ビーズでおなじみあの吉水圭が2001年のビッグイベント世界水泳福岡2001のキャンペーンキャラクター制作に挑戦中。まもなく完成。テーマソングはビーズに決定。2001年1月1日からテレビ CM に登場。こうご期待。これはですね、21世紀の幕開けとともに1月の1日から流れ始めるということで、皆さん楽しみにしていてください。はい、さあ、そしてですね、600作品以上の応募のあったザ・シナリオンなんですけれども、いよいよ第2回の募集スタートです。大好評のザ・シナリオン、殿堂入りの2作品はすでに紹介したが、今週は優秀作品一挙公開。ご覧の16作品が飯田丈司、河合真也にその才能を認められたぞ。コングラチュレーション。これからもさらなるチャレンジを期待する。この2人には具体的な話をして、それで向き不向きがあると思うんで、テーマがね、だからちょっと向いてるやつをちゃんと書いてもらうことをやっていきたいと思ってますけど、第2回はですね、ラブヒストリーという、愛の、お話をですね、シナリオにまとめていただければ、いいかなと思います。ずっと河合さんが映画にしようと思って、プロットを進行してたやつがを小説にしたのがこれなんですけど、ラブヒストリーっていう。で、今回は、これを読んで書いてもらうってことではなくて、一人一人の、ラブヒストリーという言葉からイメージされる恋愛の話というのを書いてほしいということです。あ、その話は面白いなと思ったら、それを、まあ、伸ばしてもらったり、まあ、具体的に自分も入りますけども、それが、映画化されるということもあると思います。というわけで、ザ・シナリオン第2回のテーマはラブヒストリーに決定。4000字から6000字にまとめて、ご覧の宛先まで送ってくれ。2001年2月28日決心有効だ。接触に続き、ラブヒストリー、つまりプロデューサーとして河合さんがこれからはラブヒストリーものが来るっていう読みがあったということですよね。いいですね。ラブストーリーじゃなくてラブヒストリーで、恋の歴史ということで、そこをやっぱキーにしてる。多分だから現在進行っていうのは思い出が主体になるんじゃないかなと僕は個人的にはそう思うんですけど、やっぱラブラブの話を期待したいな。まあ、それはね、一番やっぱり聞きたいですよね。お二方からですね、可能な人はワープロで綺麗に書いたもので、できれば応募してほしいと。手書きでもね、ちゃんと清書して綺麗に出していただきたい。かなりの量を読まないといけない。そうなんですよね。多分大変なんだと。さあ、続きましてはですね、シンプル1500なんですけれども、渡辺さん、はい、早くもですね、第5弾の企画が決まりました。どうぞ。第2期シンプル1500企画第5弾ついに決定。ザ・スキー、国田氏のトシさんの作品。スキーといってもスラローム、モーグル、ジャンプの3競技が楽しめるスキー版総合エンターテイメント。スノボーに独占されたゲレンデをゲームの世界だけでもスキーに取り戻そうという思いも込められている。この企画がすごいのは、スキー板の、実際の使い方までですね、操作説明の中にフォローされておりまして、新設ではスキー板のトップを上げる、アイスバーンではエッジを立てる等ですね、そういう細かいテクニックまで、決して操作が難しくならないように織り込んであるっていうところが非常に素晴らしくて、この方のスキーに対するこだわりみたいなものがですね、よく感じられました。プレイヤーがですね、やればやるほど上手くなっていくのが実感できるようなですね、やり込み度の非常に高いゲームになるんじゃないかと期待しております。スキーの企画としてはこれが一番いいところに狙いが決まってたということでね、板の制御感覚にこだわってて、例えばエッジを効かせるとかね、前をこう持ち上げるとかね、そういう微妙なテクニックをコントローラーで再現しようとしているところがポイントだった。だから
これやり込めば多分本当にスキーが上手くなるそういうゲームになるんじゃないかと。これはちょっと大切だからこうメモっとかなんでね、これね、はい、ちゃんとメモっといてね、うん、本格的な。あれかけてないよ、これ何、えちょっと待って、これこれちょっとペンじゃない、ペンじゃないよ、どうなってるよねこれ、これ何これ、ダーツよこれ。そうです、ダーツです。シンプル全額ゲーム企画3作品目ザ・ダーツがいよいよ近日発売。しかも単なるゲームだけではなくアメコミ調のストーリーモードもあるぞ。21世紀金をダーツで熱くなれ。シンプル1500ザ・ダーツは近日発売予定です。楽しみにしててください。今できましたね、ダーツが来るなら私はウヒウヒ、こちらをおすすめしたいと思います。こちらです、どうぞ。シンプル1500企画が続々実現していく中、すでにこちらは絶賛発売中ザ・ヘリコプター。とてもゲームとは思えない本物感覚に君も感動すること間違いなし。目指せラジヘリマスター。ディズゲームライター募集企画から生まれたワンダースワンゲームソフトアナザヘブンメモリーオブゾーズデイズ、いよいよ発売。 PS2 対応ゲームソフトネオアトラス3、時は15世紀大航海時代、あなたの手で世界地図を作ってくれ。しかも行く先々に番組で募集した発見物キャラも隠されている。あなたは幻のキャラクターを発見できるか、絶賛発売中。さあ今日はですね、もう今世紀最後のクリスマススペシャルとしてお送りしてきたわけなんですけれども、最後ね、はい、何クリスマススペシャルなのこれ。なんとかスペシャルと思ったっすね。今回はね年末スペシャル、そしてさよなら 20世紀スペシャル、そして今世紀最後のクリスマススペシャル、まあね、スペシャル尽くしでもう全部出しちまえっていうスペシャルですからね。いいですか、全然気がつかない、はい、もうそこで用意をしました、はいはい、新作 CG の中からクリスマスバージョンを皆様に一つお届けしたいと思います。気が利いてるね、はい、作品ナンバー403、紀藤さん、森さん、羽賀さんの作品です。あ、なんかもうすでにクリスマスっぽい、うん、すごくもう絵の感じがね、うん、綺麗で、あのクリスマス気分に浸れるっていう。サンタさんがすごいですよね。サンタってわかりますよね。そうですよね、切ってなくてもわかるよね。そう、サンタさんはこうあるべきだってなりますよね。ほっほっほっ、なんかやっぱいいな、なんかいいよね。クリスマスってやっぱなんかいいですよ、なんかいい、大人になってもなんかいいんだよな。なんかそのクリスマス特有の色の世界、光の世界っていうのね、緑とか赤とかありますよね。パスティサンタの、ちょっと気の早いサンタっていう作品なんですけど、今日は時間がないので続きは来年のクリスマスに。なんかなんで来年だって。オープニングだけしかちょっと。スタジオにもちょっと用意してみました。おお、可愛い、なんかクリスマスっぽい。クリスマス気分を味わえて。だけそうでしょうか。よかった。そして番組ではあなたの才能をいつもお待ちしております。ビーズガレージ21。番組では常にノンジャンルのオリジナル CG。ゲーム、漫画作品も大募集。応募要項はこちら。作品に添えてこれらの項目を必ず明記してくれ。オリジナルのものならいずれもノンジャンルだ。目指せメジャーデビュー。もちろん番組で紹介した作品の作者の方々に定件の CD ストア、はい、コンビニ、ドラッグストアなどでご利用できる便利なクオカードを毎週プレゼントしています。どしどし応募ください。お待ちしております。お待ちしております。うん、20世紀最後の今日はディーズガレージ21だったんですけれども、いかがだったでしょうか。お世話になりました、はい、今年も。21世紀はですね、はい、才能発掘支援番組として、みんなで頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですよ、今日の挨拶は。それではまた21世紀にお会いしましょう。忘れないでね。恐ろしいでイケメンにパーゴーメンギャルテイにコンサバケアマゾネス誰だっていいじゃん。寝るともと行けるとも日本中ハイハイ。いいんじゃない、やっぱやっぱ I need your love。 いいんじゃない、やっぱやっぱ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。